はい、皆さんこんにちは、モロトフです。カードサバイバルトロピカルアイランド続きをねやっていきましょうか。現在ね、気づけば16日目ですね。5時51分朝ですか。研究がねなされていないということで、今回研究するのは、そうだな、動物の囲い行きましょうか。水の確保と食料の確保、これをね安定させていきたいんですよね。でちょっとね気になるのは、お腹空いてるのもそうなんだけど、すごく体が汚れてんだよね。前回さ、粘土をね体中に塗りたくったということで、こっからね気温も上昇するんですけど、これね病気になりやすいって書いてあるんですよ。ちょっとね怖いですよね。なので今のうちに体を洗うか、海に行ってね洗っちゃうというのもあるのか。そうか、どうしようかな。森なんかもさ持っているんだよな。これ釣り槍かね。まだね森は作れていないという状況ですね。ここで水を使うのは怖いな。ちょっとね海に行って洗うようにしましょうということで、後でやろうかな。で現在ですけども、あ、こっち行っちゃったね。網かごなんですが、コメントであったんですけど、ここ置くっていうのをねちゃんとやれば上にね置けますよと。ありがとうございますね。こういったアドバイスね非常に役立ちますね。この網かごには基本的に食料ね入れておきたいなと思います。これねここに入れることによって猿とかカモメにね取られなくて済むらしいんですよ。ただ今ねお腹空いているよということになりますので、ナイフを取り出し、そしてこっからね猿も取り出し、早速ねカッサバークということにしておきましょうか。あれうまくいかないんだけど、45分ですね。はい、お肉相当取れました。そしてナイフねいちいちこっちにね入れなきゃいけないんですけど、こんな感じかな。で皮もねちゃんとやんなきゃな。時間がなかなかないんだよな。骨もこっちに置いときましょう。マカクザルのお肉ねこちらに来ましたよと。ちなみにレシピどうなってんだっけ。なかなかさレシピね作れてないんですけど、ほう、唐辛子ある。あ、鍋がない。これ悔しいな。鍋どうやって作るんだ。多分さ陶器なんか作りながらできるんだろうか。これ無理ですね。当分無理だからキャンセルしておきましょうか。さすれば我々としてはお肉ね焼いて速攻で食べなければいけなさそうだ。火種ね作っていきましょう。火種はどこだ。これですね。よいしょ、あれこうだっけ、こっちかね。よいしょと。30分かかんだこれ。結構時間かかっちゃうな。はい、そしてお肉をポンポンと2つ入れておきます。あとはやらなきゃいけないこととしては、泥ね取りたいんだよな。レンガねガンガン作りたいんですよ。壺をね作りたいから7つのね泥のねレンガが必要ですよね。泥のレンガはこういう形で作れるんですけど、15分か。行きましょう。1個しか作れないじゃん。これダメだね。やっぱりね泥ガンガン取りに行かなければいけなさそうだ。9分待ちなさいか。紐でも作っておくか。こういう時の紐ですよね。30分は危険だ。これは危険だな。どうしようかな。何かやんなきゃいけない。30分でもいけるのかもしれないんだけどね。待てよ。これでさ、フック作っとくか。ね。なんでかというとさ、今さ、研究前回したんだよな。これ、釣り糸がね、できているんで、これでいけるんではないでしょうか。さあ、とりあえずですけど、チンとなりましたので、火を消しつつ、これね、木炭も取りつつ、ここが大事なんだよね。この豆さがね。そしてこれ食べておきます。よいしょと。はい、次食べるとかなりお腹いっぱいになっちゃうから、ちょっと持っててもいいかもしれないですね。さあそれでは体を洗いに行くか、泥を取りに行くか。その前にここ行きたいですね。これさ建設1時間30分かなり時間かかっちゃうんだけど、やっておきましょう。そうするとまたね作んなきゃいけないんだよな。これで次で最後かな。2段階ありそうだな。あと、もうちょっと待ってみましょうか。さあそしたら粘土でもやっぱり取りに行きましょうか。ピンチになった時ね、あのバナナもありますしね。じゃあ粘土ここですかね。はい、行きましょう。湿地帯で危険な水があるんですよ。これ怖いんだよな。体洗っちゃやばそうだ。泥をね取りましょう。結構取れるよ。ガンガン取れる感じがする。さあ体もねかなり汚れるんでしょうか。どんぐらい持つ。こんぐらいでいいかね。泥なんかこの中入れちゃったりして、ここに入れとこうか。これねよいしょと入れておきましょう。泥ここ入る。パッパッパッと入りそうですね。なかなかパンパンにすぐなっちゃう。こういう感じにしておけばいいかな。そうするとね余裕が若干出てきましたので、ジャングルに戻りますと。はい、そしたらはねすんなりね短時間でジャングル戻れるよっていうねメリットがあるんですよね。そしてこっちにして、もう一回ここ行って泥3つこっから取って
ってこちらにやるとレンガがいけそうですよね。ちなみにレンガあとどんぐらいだっけ、7個かな、6個だね。うん、6個作っていきたいなと思います。よいしょっと、はい、1つ2つ3つ、あれいけた、あれあれちょっと待って、砂がなくなっちゃったんか、厄介だな。よいしょと、今度砂だ。じゃあね、海の方に向かいましょうか。体洗うね、いい機会でもありますね。よいしょと行きました。そろそろ食料食べた方が良さそうですので、あれここじゃないんだっけ、どこだ、こっちだっけね。これをお肉取って食べておきましょうか。あ、そうだ、あの槍持ってくれやがったな。魚取りに行くね、槍ですよね。まあいいか、体をねここで15分でさっと洗っておきましょう。まだまだ洗わなきゃいけなそう。そうだね、12時半になりました。隣はね砂ですね。はい、これでね体トゥルトゥルにしておいて、さらに砂をね集めておきましょう。どんぐらい集めればいいんだろう、こんぐらいでいいかなね。8個ぐらいで十分かなと思います。あとは食料ここで取れるんだったら取っておいた方がいいかも。レモングラスなね、いいんだよな。ヤシの木もいいんだけど、ここでね4つ取れるんだよな。いいや、一旦ねレモングラスを取っておいて、ここでね重いよと言われたから食べちゃいましょう。ツッツッと食べちゃう。で1個残しですけども、これでもう一回ね戻るということでいきましょう。はい、現在ねお腹いっぱいですね。そして砂もねゲットしたのでこちらに置いとく。さあ引き続きガンガン作ればいいんじゃないでしょうか。幸せだーっつってるけど大丈夫なんでしょうかね。うん、さあそしてこうやってあと1個かね、これで作れそうだ。よいしょと作りました。すごく幸せだ。ではね、この幸せな勢いで一気に1時間30分経ちましょうか。夜になっちゃいそうだけど、はい、作れた。いやまだまだレンガが必要なことが分かりました。行きましょうか。どんどんレンガを作っていきますよ。ただしね、だんだんですけど夜になってきました。これ以上はレンガが作れない。はい、補充しておく。またね砂と泥をね取りに行かなければいけない日々になりそうだ。そして我々は今度これか、ヤシのさ織物作ってけっていうことになるんだよな。ちょっと作っとくか。あっという間にね夜中になっちゃうかもしれないけど、よいしょと織物をガンガン作っていきます。もう一個ね織物作りたいんですけども、ない、肝心なヤシが今度なくなった。最悪だ。ここさヤシ取れるんだっけ、取れないな。ヤシの葉っぱって結構重いからな、取りに行くのも大変そうだ。ちょっとねレモングラスをね食べておきましょうか。喉も渇いているから、これね少し飲んでおくか。っていうかさ、このさ皮をさ剥いでおきたいな、一つでも多く。うん、さすればナイフですね。ナイフでどんぐらいかかる、1時間もかかるか。あっという間に真っ暗だ。何か飲みたいと言われてるけども、よいしょと。はい、あとね一つかね、皮やんなければいけないのは。現在ね夜中の8時半ですね。そしたらさすがに水ちょっちょっちょって飲んでおいて寝るか。うん、雨降るといいんだけどな。それではここね8時間でぐっすり寝たいなと思います。腰痛にはねならない人のようですので安心ですね。ただ睡眠十分確保できましたかね。でちょっとねなんか緊張してるって書いてあるんだよね。で小腹空いてるのはまあ多少いいけど、なんだろう、この緊張がちょっと怖い。エンターテインメントが少ないぞと言ってんのか。エンターテインメントといえばおそらくなんですけど、我々ね一瞬飲んで、うん、さ砂のさお城作るといいんだと思うんだけど、ちょっと行ってみましょうか。どうせね砂が必要だから。お肉ですね、これはちゃんとゲットしておきたい。死にました。サクッとゲットできましたのでこの中に入れておきましょう。砂があるんで30分かけてね少しリラックスですね。砂の城ゲットしたよ。綺麗な砂の城。壊すって書いてあるけど、これちょっとやめとこうかね。さすがに壊すのは怖いですよね。そして砂を改めて漁っていたら、動物のね囲いついにゲットできました。あとは殺虫剤とか、これガラスの原料かな、これもあった方がいいかもしれない。カカシか、農業でもね必要ですよね。というか我々よく考えたらさ、これ作物これができるんじゃないの。肥料ってね腐った何かだから案外ねできそうな気がしますけど、まあ一旦ねカカシを研究しておきましょう。さあそしたら巻貝も取りつつ、さらに砂ね集めておきつつ巻貝入れておきましょうか。砂ね
入るだけ入れておいて軽くしておきます。そして戻りましょうかね。うん、よいしょと。あ、体洗っといてもよかったかもしれない。さあ砂ねゲットしましたので、こちらに戻しておきましょう。カモメもねいるから死体ですね、ゲットしておきましょう。ナイフもやった方がいいかな。まだいいか、夜にねかっさばく感じでいいかもしれない。さあそしたらば食料ですね。巻き貝結構あるか。うん、最悪これ食べてもいいかもしれないね。ただねあんまりねお腹いっぱいにならないっていうねこともあるんですけどね。そして砂行きます。全く粘土がないからまたこの時間で取りに行った方がいいかな。まだ朝だから行けそうな気がするね。何度も同じことしちゃってるけど、でもしょうがないよね、重いもんね。うん、さあ来ました。そしたらば危険な水で泥を掘っていきます。わあ体がまた汚れる。あ、体洗っちゃった。大丈夫かな。あ、大丈夫か。ここで洗うこと、あ、やばい、乾いちゃった。土を掘り出す。あ、大丈夫かなんだろう、おい、なんか気持ち悪い気持ち悪い。昆虫食べる、だってこれさ魚の餌だよね。そういうことですよね。よいしょよいしょ、取っていきましょう。持ちすぎてますとか言ってるけど、うわーこれ土の丘ってどうなんでしょうか。土は水と混ぜると泥にできるか。今んところ土はいいかな。ね農業で使えるから少し持っててもいいんだけど、泥が先な気がしますね。取っておきましょう。どんどん取っておきたい。泥取れないな、これはちょっと厄介な気がする。土無理か。そうかそうか、こんだけですね。じゃあ土も持って帰るかね。そうしましょう。よいしょと、こん中入れる。そしてこん中にどんどん入れておきましょうか。昆虫もね入れておきましょうか。相当昆虫いるけど気持ち悪これ。あとヤシの葉っぱか。どうしよう、もう一回来ようかね。それがいいかもしれないね。ちなみにここで食料は見当たらないと。じゃあジャングルね行きましょう。よいしょと。あそこでね松明作る理由もないんですけどね。さあ泥とかを置いておきます。昆虫最悪だな。ちょっとでも忘れないうちにこっちに置いておこうかね。そうしておきましょう。ここに昆虫を置いておく。カモメの死体ここに置いとくとさ取られちゃうからこっちだよな。あとはこうして、うわ気持ち悪い、昆虫ですね。そしてもう一回ここ行って泥ですね。泥か。よいしょ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 と、はい、できました。そして我々としてはさっき言った通りですけど、とりあえずねこれ7つ完成させていきたいのでやっていきましょうか。いけないな、うまくいけなさそう。よいしょよいしょ、これで3つですね。うん、あと4つ、これとこれでいける。皿か。皿そこまで作りたいとは思えないな。やばいな、泥がないんだよな。まあ水をねこれね付け足しちゃえば泥にできるんだけどな。ただね今ね水はねめちゃめちゃ重要です。そして早速何かが腐ってるぞ。おー大丈夫か。何かが腐ってる。腐ってるものはここに置いとく。あ、できた、やった。ひょんなことからですね作物の区画がもうできるようになった。よいしょっと、ほいっとできましたね。乾燥した畑、ここに何かね植えればいいんではないでしょうか。ということで食料をね植えていきたいんですけど、これはちょっと違うよな。うん、ないな。こう見るとさ種持ってきてないんだな我々。ちゃんとね周辺のさ地域行って種をね取ってきたいところですね。あとはアロエベラとかも必要そうだけど、ちょっと余裕がないか。うん、今回はバナナでも食べる。ちょっと水が怖いんで水飲んでおくんだけど、かなりね干上がってきた。おっとこれはちょっと怖い。あとね11杯あるから大丈夫そうなんですけどね。バナナ食べておくかな。まだねでもね10時だから動けそうですね。皆さんのね今後のアドバイス期待しております。ということで今回はここまでにしましょう。続きはね見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またねチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.